待たせいたしました。関東連盟夏大会第1回戦本日の第1試合、江戸川南チーム対横浜緑チームの試合は間もなく開始です。ただいま守備につきました横浜緑チームの選手を紹介いたします。ピッチャー井口くん、キャッチャー武田くん、ファースト山田くん、セカンド黒田くん、サード尾崎くん、ショート太田くん、レフト河野高成くん、センター赤尾くん、ライト池間くん、以上のラインです。
背番号8。ただいま、次に着きました、江戸川ゴルフチームの選手を紹介いたします。ピッチャー、大崎くん。キャッチャー、中崎くん。ファースト、野村くん。セカンド、三浦くん。サード、高橋くん。ショート、林くん。レフト、金沢くん。センター、本間くん。ライト、岡くん。以上のラインです。1回の裏、横浜緑チームの攻撃は1番セカンド黒田くん、セカンド黒田くん、背番号4。
大田くん、京都大田くん、背番号6。Thank you.
6番レフト河野高成くん、レフト河野高成くん、背番号11。Thank you.
げんな。横浜緑チーム、ただいまの得点は6点です。Come on.
2回の裏、横浜ミドルブルーズの攻撃は、1番、セカンド、黒田君。Thank you.
レフト河野孝成くん、お願いします。
回の裏、横浜緑チームの攻撃は8番キャッチャー武田君。Yeah.
Thank you.
Thank you.
フォーマリドリチーム選手の交代をお願いします。6番レフト河野高成君に対しまして代打栗原君、バッターは栗原君、背番号7。Thank you.
0対10をもちまして横浜緑チームが勝ちました。